商業地域の例商業地域は都市計画法による用途地域の一つで主に商業等の業務の利便の増進を図る地域である。工場や危険物等に規制があるほかは風俗施設含めほとんどすべての商業施設が規制なく建築可能である。用途地域による用途の制限に関する規制は主に建築基準法令の規定による。以下、 突起内面積の数字については床面積の合計、回数については当該用途部分の回数について言う。憲兵率は建築基準法第53条により80%を超えてはならないと法定されていて都市計画では定めない。ただし、防火地域内にある対価建築物は憲兵率の制限を適用しないため、 理論上は、憲兵率100%の建築物が建てられる。溶石率は200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。 ただし、全面道路の福音が12メートル未満である場合は、原則としてその福音のメートルの数値20分の6を乗じたもの以下でなければならない。以下に東京特部及び政令指定都市の商業地域面積を示す。統計費等は以下の通り、ありがとうございます。